皆さんこんばんは。6月7日金曜日、第2208回 AI テレビオプエドナビゲーターの AI アナウンサー南です。それでは早速出演者をご紹介いたします。ゲストは作家スポーツライターの小林信也さんと、成城大学社会イノベーション学部教授の山本敦久さん、アンカーはノーボーダースポーツ編集長主筆の玉木正之さんです。皆様よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。小林さん、山本さん、よろしくお願いします。お願いします。さっき小林さんが来られる前に山本さんと話してたんですが、私の嫁さんのところに隣人のパリに住んでいるご夫妻からメールが届きまして、今パリがもうぐちゃぐちゃらしいですよ。もう渋滞だらけで、セーヌ川を渡れない橋もいくつかあって、で地下鉄になる乗ればもう止まらない駅があって、なんか何がどうなってか分からなくて、これから海外からのなんだ見物客関係者来たらどうなるんだろうって言われ、もうそういうメールがやってきました。やっぱりもうオリンピックっていうのはすごいもんだなとも思いますが、その隣の ご夫妻は7月の頭になると日本に帰ってこられるそうです。もうオリンピックの時にはいないということですけど、山本さん、オリンピックでそういうもんなんですかね。前回の東京オリンピックの頃に、はい、オリンピックっていうのは社会的災害であるっていうようなことがね、言われるようになってきて、要するに東京に暮らしている人たちが日常的な暮らしをオリンピックのせいで送れなくなるっていうことがあるんだっていうことが、まあ東京オリンピックに反対する人たちの、まあ、論理の一つだったんですよね。なるほど。まさにパリの人たちが今同じように社会的災害というか自然災害とは違う形で日常生活がうまく送れないっていうことが、まあ、起きているっていうことですね。なるほどね。小林さんどう思われますか。そのパリの混乱っていうのはやっぱりオリンピックの準備に関連してそうなってるってことなんですか。そういうことですね。通行止めであるとか、その橋の封鎖であるとかっていうことですね。なんかね、本当につい数年前まではオリンピックだとかスポーツのためだったら何が起こっても仕方がないだろうっていう、その世間的なその、はい、こうね、同意みたいなものがあって、はい、それに文句言う人ってすごい肩身が狭いというかね、ごく一部の人って感じ、まあそういうものにスポーツ側はこう支えられてたっていうか、はい、当たり前だろうみたいな感じだったのが、ここ数年で一気に変わってきたのかなっていう気がしますね。そうですね。ただ日本の場合はどうでしょう、スポーツの側というよりもオリンピックの側ですよね。オリンピックですからっていうだけで、うん、他のスポーツの場合にはあんまりそうはならないですよね。まあそうですね、そこまで、うん、ただこの番組でも言ったことありますけども、その子供たちが野球をやるとか校庭で、はい、ね、スポーツをやるとかいうことに対してその周りの人たちの目が非常に厳しくなってるっていうのは昔はなかったんじゃないでしょうか。まあ、なかった。運動会でね、拡声器でうるさいっていうのはちょっとあったかもしれませんけど、少年野球やるとか子供たちが公園で楽しそうにスポーツごっこをやることを、はい、なんか悪いことのように言うのはやっぱここ数年の変化かなと思いますね。そうですね。私は重要文化財のお寺の中で野球やっていて壁にいっぱい傷をつけた人間ですけれども、そこに住んでいるというか修行している盆さんは一発打たせろと言ってバットを取り上げるのが嫌やったっていうのはそういう感じだったですから、そういう意味ではスポーツに対する理解はあったかもしれないですね。山本さんはどうだったですか、今の小林さんの言われた変化というものについては。やっぱりでも戦後は、まあ、特に最初の東京オリンピック以降はスポーツっていうのは、はい、都市の中でも若者の中でも教育の中でも、はい、極めて特権的な地位っていうのを
持ってたと思いますよ。ああ、そうです、うん、そうです、そうです。うん。でもやっぱり2000年代になると、必ずしもスポーツとは限らず、うん、ダンスとかゲームとか、はいはい、もっと他に若者たちが熱中できる要素もいろいろ出てきているので、必ずしもスポーツだけが優遇されるっていうことは、まあもう、この先もないかもしれないですね。そうね。あの私の知っている獣医さんが実は東京都庁に1964年のオリンピック前の時に勤めていて、地上げをやった方でして、すいませんオリンピックのためですからよろしくお願いしますって全部通ったっていう話をその方から聞いたことがありますが、そういう時代はもう終わったですね。小林さんどうですか、うん、あと今伺って思ったのは、あの昔は例えば高校で野球やってるんですって言ったら、お頑張れよみたいな、ね、はい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 、それがあのすごい選手だからじゃなくても、うん、スポーツやってるってだけでみんながこう好意的に見てくれる雰囲気だったと思うんですけど、うん、今もうなんか大谷クラスになんないとそれ以外の人はなんか目も当てらんないみたいなね、なんかすごくそういうエリート思考っていうか、本当にごく一部の人だけがその、うん、賛美される、街で普通にこうジョギング姿で走ってる人たちは、はい、なんかそんなに配慮もされないしみたいな、ね、なんかその格差っていうか、そういうのも広がってるなって感じますね。なるほど、二極化ですね。二極化、この二極化はどこまで続くんだろうという感じしますが、今日もニュースでもそういう話もちょっと出てきますので、それから終わってからオリンピックの話もっと詳しく、山ほどお話しして、いただきたいと思います。今日はこういう本もあの山本先生から山本さんから送られてきた、すごく面白かったです。東京オリンピックはどう見られたかという、要するに東京オリンピックの総括っていうのをもう国単位ではやってないんですよね。このこういうところ学者さんたちもやっているのにマスメディアは全く取り上げてないしっていうので、我々がなんとか、反省の上に乗っかって新たなオリンピックのことをいろいろ今日は喋ってみたいと思いますので、山本さん小林さんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。それでは AI スタジオ消灯から生放送でお届けします。事実を知るための AI テレビオプエドスタートです。後半は特集、近づくパリ五輪オリンピックの問題点はここだです。玉木さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。山本さん、小林さん、後半もよろしくお願いします。よろしくお願いします。もう初っ端に面白い言葉に私はもうのおっと出たかと思いましたけども、社会的災害、オリンピックは社会的災害であるという言葉を山本さんがおっしゃられて、私があの今パリではもう大渋滞、車が大渋滞、セーヌ川の渡れない橋、地下鉄の止まらない電車がいろいろあるというので、まだこれからもオリンピック、ただ、テレビではパリで花咲けなんてことをやっているのもありますし、一部ではあの反戦運動から起こったオリンピックでウクライナとガザの問題はどうなるんだろうということをちらっと取り上げていたところもあったようですけれども、さて、オリンピックの一番の問題点というのはこれ、山本さんどのように考えておられますか。今はまず、はい、今の状況でどういうなんていうの、言い分で平和の祭典というのを掲げてオリンピックをやるのかってことですよね。やっぱロシアのウクライナ侵攻とパレスチナ問題で、はい、これだけ毎日多くの人たちが亡くなっていて、はい、アスリートもコーチも戦場で亡くなっていて、はい、うん、そんなことがもうね、世界中誰もが知っている中で、はい、オリンピックを普通にやると、でまるでパラレルワールドのごとく、戦場は戦場、はい、オリンピックはそれとは無関係にある世界だとばかりに、こうね、行うっていうことに対して、もうなんか言う言葉もないような感じですよね。
今パラレルワールドという言葉を使われましたけれども、うん、コロナ禍で行われた東京オリンピック、うん、要するに隔離状態というのはまさにパラレルワールドという言い方ができるような感じですよね、うん、そう、あれ、あの時アダムス広報部長が、はい、もう言葉に詰まって、はい、オリンピックはパラレルワールドなんですって言っちゃったんですね、自分でね。なるほどね、うんうん、世の中の動きとは関係なくオリンピックは神聖な場所でパラレルなんですよ、はい、もう一つの世界ですよっていうふうに言ってしまったんですよね、うん、なるほどね。でまさにそういう状態ですよね今ね、うん、戦争は起きてますけど、いやいや私たちは平和の祭典をやってますよ、うんうん、二つのワールドがこう交わらずに別々にあるっていう考え方ですよね。なるほどね。これ小林さんで今のオリンピックの大問題点ってのはどこに捉えておられますか？やっぱり北京の冬季オリンピックとね、パラリンピックの間の本来オリンピック休戦であったはずの時にウクライナ侵攻があって、はい、でその後も IOC は、ロシアに対して非常に厳しい態度を取りながら、途中からなんかうやむやになってきて、はい、結局山本さんおっしゃったように、IOC もオリンピックも世界の平和には何一つ貢献もしてないし、はい、積極的な何か働きかけもできていない。まあ、オリンピックというよりスポーツがね、平和に貢献するなんていうことがあるんだろうかという疑問ばかりが、膨らんでいるのが今の状況じゃないかなと思うんですよね。まあ、その中で、平和の祭典とさえも、一般の人たちは思ってないと思うんですよ。やっぱり世界一を決めるスポーツのまあ祭典っていうか、はい、事実上そうなっているんじゃないですかね。だから、僕も春日さんからね、いろんなお話を伺って、はい、やっぱりオリンピックっていうのはその世界の戦争も止めることができるんだ、みたいなね、うん。そこに大きなその意義があった。その間にいろいろ、その、考える時間もあるし、そのまま終戦になる可能性もあるというふうな、うん、オリンピックってすごいなとか、素朴に思ってたけど、もうその力はないってことを見せつけられちゃってる気がしますね。いや、春日さんにはまた何週間か後に出てもらうことになってるんですけれども、春日さんの言い分で言うと、これをやめちゃ終わりだと。だから平和の祭典だということを言って やらないといけないんだということを主張されているんですが、私がだったら選手もそれを言うべきではないかって言ったら、なぜか春日さんは、いや選手にまでそこまで言わせる必要はないと。平和は平和でオリンピックで言ってるんだ。選手はスポーツをオリンピック一生懸命やればいいんだって言われたところが、私はものすごく引っかかって、これはちょっとしたダメだなという気がしてるんですけど、山本さんどう思われますか？そのスポーツをするという選手と、そのスポーツ のオリンピックの理念、平和というものの接点ですよね、うん、それをどう考えればいいのかっていう。これね、先ほどの話に戻るんですけど、はいはい、スポーツやってたらちょっとみんなに尊敬されるとか、はい、褒められるみたいなね、はいはい、時代があったかもしれないんだけど、はい、今この時代スポーツやってても誰も褒めてくれないですよね。まあ大谷クラスになればみんなすごいって言ってくれるかもしれない。それはだからスポーツをやるっていうことは、もう同時にオリンピックに出るってことは、オリンピックという大きな政治に関わるものに自分も参加するっていうことを抜きにして、ただ今まで通りスポーツだけ一生懸命やりたいですっていうのは、まさにグラウンドで野球やってる人たち、草野球やってる人たちが白い目で見られるような社会に変わったのと同じように、アスリートだって何か社会に対して発信したり関わっていくっていうことをしないと、もうやっぱそっぽ向かれちゃうと思いますよ、どんなにいいアスリートでも。なるほどね、うん、オリンピックに参加するということは政治に参加するんだということのに対する自覚的な態度っていうものが、うんうん、スポーツマンにも求められるということですかね、うん、ですよね。だってウクライナも今回は参加を決定したわけですよね、うん、そうですそうです、はい、でそれは国旗を掲げてね、自分たちのナショナリズムを
パフォーマンスするんだっていうふうに大統領が言ってるわけですよ。はい、そうです、はい。うん。で、参加へのスローガンがもうナチスと一緒なんですよね。勝利への意志って言ってるんですよ。ああ、たったったった。うん。だから、ウクライナ側からしても、ほとんどそれはもう政治的なパフォーマンスの場として参加するんですよ、と。なるほど。だから、それはもうオリンピックってのはそういう舞台だ。どうもありがとうございました。AI さんどうぞ。皆様、ありがとうございました。事実を知るための AI テレビオプエド、次回の放送も AI スタジオ消灯よりお送りいたします。本日の放送、最後までご視聴、コメントいただいた皆様、ありがとうございました。それでは、また次回お会いしましょう。お元気でお過ごしください。